マウス僕らのクラブのリーダーはミッキーマウスミッキーマウスミッキーミッキーマウス。はい、どうもこんにちは、はるあんです。今日はね、あんドーナツ作りたいと思います。ちょっと3時のおやつというより5時のおやつぐらいが正しいんだけど、まあいいでしょうということで、あんドーナツあげていきたいと思います。まずはボウルを用意して、ホットケーキミックス、この袖が気になりますね、ザバーっと1袋と、卵も1個割り入れましょう。前回双子だったんですよね。あ、そんなことなかったです。はい、1つです。ヨーグルト大さじ2杯、じゃじゃーん、牛乳です。牛乳 100ml 入れて、卵をわーって上の方で溶きほぐしたら、全体をね、泡立て器でこうやってすくうように混ぜていきます。何回かもやったらボボボーンって生地を落として、よいしょよいしょ、ボボボボーンって、粉っぽさがなくなって、うん、綺麗に混ぜられました。こしたらね、もうドーナツ生地は完成です。簡単でしょ。主役のあんこ、あんこはなんだっけ、真夜中の時に煮たやつを冷凍しておきました。冷凍しておくと長持ちするからね、それをちょっと半解凍っぽく解凍してあります。サランラップを用意して、よいしょよいしょよいしょっと、サランラップの上に置きます。ぎゅーっとおむすび握るみたいに丸くしてあげます。そうするとね、あんこが勝手にこう丸くなってくれて、大きなボールみたいになるんですよ。ふーんとね、とりあえず3つのあんこボールできました。ね、はい、そしたらどんどんドーナツを揚げていきたいと思うので、フライパンに、ちょっと深めのフライパンに、あ、そっちがいいかな、油をね、入れていきたいと思います。でね、見て見て、すんごい汚くないですか、このフライパン。だけどさ、これすごくね、使いやすくて便利なんですよ。別にね、全然こう何百円ぐらいのフライパンなんですけど、なんかたまにさ、あ、これいいっていうのありません？なんかね、外せないの、捨てられないんです。新しいのに変えられなくて気に入っちゃってるんですよね。油の温度上がったようです。お玉にね、あんこボールを入れて、はい、こんな感じにね、お玉にのせながらこう生地をまとわりつけさせたら、このままポトッと油の中に入れます。ポトッと、なんか面白い形になりました。面白い、はい、上がりました。なんかね、昔ながらのドーナツの匂いっていうの分かりますかね。おからドーナツみたいな匂いもします。はい、そうしたら、じゃん、グラニュー糖の上にのせます。でね、グラニュー糖を贅沢にいっぱいまぶします。よいしょ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 、こんな感じで、どうします？やっぱさ、これやりたいよね。あ、ちょっと待って、もう一回セットし直そう。いくよ、じわじわ、じわ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 、オーマイガー、まだ生焼けだった、まだ生焼けだった。はい、じゃあ行ってらっしゃい。今日のお供はミルクコーヒー。私はミルクたっぷりが好きです。もちろん砂糖は入れてないよ。そうしてね、ちょっと失敗に終わったあんドーナツはどうなったかと言いますと、じゃん。2つに割った後チンしたのでこんな感じだけど、チンしたらね、こんな感じで火は通ります。大体1分ぐらいチンしました。もうちょっとね、あんドーナツ研究したいと思います。まあ多分揚げる時間が短いだけなんでしょうね。はい、ということで、今日はね、こんな感じのちょっと失敗したけど美味しいおやつができました。次は何にしようかな。じゃあね、この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あ
座ったままですいませんね。もう一回座ったままで。はい、じゃあまた次の動画でお会い、ただ、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。